しい。結構きついんだよね、それ。そう、お前の居場所なんかないよって言われてるみたいだね。ダメダメ、また暗くなっちゃった。あ、そんなのわかってるよ。わかってるけど、でももうどうしたらいいかわかんないよ。君だってそうじゃない？小説家になるんでしょ？なら私に優しくしてる暇なんかないじゃん！ごめん。大丈夫だって、一日寝れば治るよ。うん、落ち着く。やっぱり優しいんだね。だから甘えちゃうんだよ。こんなのダメだって分かってるのに。ダメだけど今だけだから、ちょっと甘えてもいい？そばにいて。おはよう。帰ることにしたよ。結局どことも契約できなかった。自分で決めたことだからさ、きっぱり諦めるよ。ありがとう。すごく楽しかったよ。あ、会えてよかった。